フィギュア団体2年半越し銀メダル授与集合写真に隠れうのし馬日本オリンピック委員会が8日、公式インスタグラムを更新。パリで行われた北京オリンピックフィギュアスケート団体のメダル授与式に参加した。日本代表の集合ショットが公開された。今回は日本が3位から2位に繰り上がったため、メダル授与式を実施。式には鍵山優馬。 坂本香織、樋口若葉、ペアの三浦陸木原龍一組、アイスダンスの小松原美里小松原孫組が出席した。宇野は欠席だったが、鍵山の指には書紋の文字が描かれていた。宇野は7日、自身のインスタグラムを更新し、昨年から決まっていたスイスでのアイスショーとスケジュールが被ってしまい、ステファンコーチと相談の上、 メダル授与式への参加をお見送りさせていただくこととなりました。と報告していた。この投稿には、鍵山くんの指に翔馬が、銀メダル授与おめでとう。二年半越しだ。うのくんも一緒ですね。良い写真、といった声が寄せられている。